はい、ゲームでーす。ひとりぼっち。ひとりぼっち。はい。はい、今日は。今日はお久しぶりの質問大会。大会。はい、どうぞ。はい。質問を募集しました。インスタグラムのストーリーでね。はい、インスタストーリーで質問を募集して答えていきましょう。はい。はい、オッケー、レッツゴー。はい。はい、今年こそセダムを夏越し。越したいのです。駅よりももっと涼しくするべきですか。はい、終わり。そう、種類によるけどな、セダムもいっぱいあるや、うん、気温はだけ涼しくしないとな、夏弱いのが多いから、うん、でしょ。そうですね、うん、はい、あ、いいですか、はいはい、寄せ植えキットに入っていたグリグリみたいにカッチカチになるにはどうしたらいいですか。根詰まり、うん、それだけ、はい、肥料を与えすぎない、与えすぎず、うん、根詰まりして、うん、でお水もあんまりあげすぎるとやっぱりビローンってなっちゃうけどね。ああ、そうやね、うん、そういうこと、はい、環境です、はい、これどうしたらいいか、はい、室内管理から外に移動して曇りが2日続いただけなのに半分くらいは焦げてしまいました。それだけ、はい。どういうことや、室内から外出したから焦げたんでしょ。うん、いきなり日光が当たったっていうことです。曇りが2日続いただけなのに、うん、それはその人の感覚です。焦げてる以上日光が強かっただけです。そうやな、お水、まあ、曇りかもしれないけど、うん、それはその多肉にとってはお水が切れてたり、うん、いきなり外に出したことによって焦げてしまっただけです、うん、ね、そうね、はい、どうぞ。スカートみたいに葉が下に向いてしまった多肉はどうしたら良いですか。水を切っていくと上に上がっていきます、うん、はい、成長点が留守になった子はチョンパしないと未来はないですか。現状維持でも子供出てきますか。うん、それはあの時間とかあれはそのものによるし、わからないけども、戻ってくるやつは戻ってくる、で戻ってこないやつは子吹くことも多いでしょ。うん、はい、だぞ。早いね、さっさ行くね。そうで、そうで、焦げた多肉を増やさないための対策を教えてください。お水をあげてください。お水を切ると焦げやすいです。うん、ね、夏ね。これをまた動画やります。うん、はい、黒い多肉ちゃんにはこの時期でも肥料をあげていいですか？マグアンプの最流的なもの。うん、ね、それはあなた次第やから。でしょ？別に肥料はいつあげてもいいし、な、うん、で初心者さんはさ、梅雨太陽の日が少ない時な、うん、肥料をあげると伸びやすくなっちゃうから気をつけてっていう動画出してます、うん、はい、はい、あら、もう真面目じゃない。昨年の夏遮光してたのに寄せ植えが焦げ焦げになったのはなぜ。昨年の夏遮光してたのに、うん、焦げ焦げ、日光が強かった、水も足らない、うん、でしょ。そうね、はい、水足りないでしょうね、はい、うん、アイオニウムも水やりを間違えると棒がふにゃふにゃになりますか。棒がふにゃふにゃほとんどなんないけどね、お水大好きやから。これも凍傷やろ。あ、冬の凍傷でふにゃふにゃすぐなります、うん、でしょ、うん、ジュレタとかじゃないよな、これは、うんうん、そういうこと、うん、どの時期のふにゃふにゃにかもよるけどな、うん、そう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 、ね、見えないよ、うん、はい、今の時期植え替えをするか胴切りするか迷います。何を目安にしたら良いですか。それがその人それぞれやから、俺は植え替えしないし、でしょ、自分のはね、うん、何を目安、うん、
植え替えたい時植え替える、自分がどうしたいかよな。増やしたいんやったらチョンパしたら胴切りしたら増えるけ、うん、いいと思うし、うん、基本さ、いつ何をしてもいいよ、うん、多肉は大丈夫やからね、もういつも言ってるよ、そうでしょ、いつしてもいいの、うん、遅い早いとかいう違いだけ、はい、はい、アームストロングが4号鉢から溢れています、小さく育てたいです。カヌマ採流です。方法があれば、これどうやったら見れるやろ、こう続きが、あ、これ分かんないな、見えない、いいよ、小さく育てたいならば小さい鉢に植えて根詰まりさせて肥料を抜くとそのまんま何年も生きます、そういうことでしょ、うん、うん、はい、確率の問題だと思いますが、うん、葉差し出にくいワースト5を教えてください。5も5でもうぷっくり系よね、ぷっくり、うーん、出づらいワースト5、何があるかな、私が、あ、アガボ、それ取りにくいやろ、いや出にくい、出りにくい、私が出にくいなって思うのはロッティ、いや、うん、ロッティとか乙女心、うん、あと、うん、あとブルーバード、タパルパ、そうね、出りづらい、うん、サバナ、何サバナ、ブラックサバス、ブラックサバスもなんかものすごく時間がかかるし確率悪い気がするよね、うんうんうん、でも若干なんかコツをつかんできてちょっと違うことが言えるかなっていう、うん、そういう感じよな、ぷっくり系が多いよ、むっきり系。俺の感覚はね、うん、はい、おすすめの多肉は何ですか。みんな好きやからよ、おすすめのって、その今パッと目に入ったのが好きよな。ほんでいろんなのが好きやから、これと言って、で最近俺はアイエオとかさ好きやしさ、どんどんもうグリーネも好きやしさ、そうでしょ、なんでもう全部好きよね。私最近ウサギが好きや。ああ、ウサギもね、特徴樹も可愛いよね。うん。そう、うん、いや、いろいろ好きやからな。可愛いやつが好き。はい。はい。あ、消えちゃった。へえー。ちょっと待って。やっちゃったかに。あ、ほら。あら。やっちゃった。ちょっと待ってくれる。一回止めればいいや、動画やるから、この自分でこう自分撮ってんのもどうかと思う、これアップすぎるんじゃないの、いいと思うよ、いいと思う、はい、はい、どうぞ。古い多肉が知りたいです。何を基準に古いかっていう話になってきちゃうんだよな。でその人が始めた時の多肉が古い多肉ってことでしょ。そうね、うん、で基本減収になってくるよね、俺なんかね、そうでしょ、原種が多いでしょ、うん、どうやろか、え、原種も知らん原種いっぱいあるけ、なんていうんかな、うん、なんかやっぱり古いのね、うんうん、もうすでにヒアリーナとかさ古いよね、うん、あ、そうか、そうでしょ、全然なんかで、なんか古いなって感じる、こう、うん、高級やったもの、うん、昔、うん、シルエットとかさ、なんかそっち系、ファイヤーピラーとか、うん、古いよね、高級でファイヤーピラーフロリディティールとか、うん、高級よ、ファイヤーピラーなんか持ってる人いなかったんやけど。そうね、そうでしょ、うん、時代は怖いですね、な
かったよなあの頃本当に。高いみんな1万円やん。それあのカットしてからプレゼント企画で送ったな。なんでや俺のはな。そういうこともあった。うん。よ。ほら。桃太郎とキャラリアンの見分け方を教えてください。見分け方全然違います。桃太郎は爪があるよね。え、さてここに出てこん。何あ、桃太郎その後ろにある、すぐそこ。どこ。そこちっちゃいのロッティ錦のところ。桃太郎やな。ロッティ錦ロッティここここここ。こっち。あこれ。キャラリアンがこれ。キャラリアン。キャラリアン第一の恵みに刺さって。キャラリアン。この辺キャラリアン。この辺ある。あ、あれキャラリアンじゃない。シルエットかな。それ。うん。今探すの無理やな。うん、結構無理。もうなんか桃太郎のが結構ちゃんと違うよ。桃太郎のが爪がしっかりしてると思う。うん。はい、うん。あ、また。どうぞ。多肉を増やしすぎないコツを教えてください。どういうことよ。増やしすぎないコツ、うん、増やさないこと。増やしすぎないコツってどういうことよ。もう大きくしない現状維持、これです、ね、多分これ増やしすぎないコツってどうして買ってしまうってことじゃないの。そっち、そっち、買ってし、買いすぎる、そういうことじゃないの。買わない。それしかないじゃんよ。行かない、行かない、イベント遊び来るだけ。お金を持ってこない。お金持ってこない。それやな。はい、虫を予防するマグアンプ D とマグアンプ小粒、多肉にはどちらが良いですか。何ですか、その虫を予防するとかある。マグアンプで、うん、僕知らない、知らないな。飼料と思ってる、うん、ごめんなさい、よく分かりません、うん、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。アガボとかエボニー系の小さめ6センチくらいの苗のチョンパを見たいです。チョンパの勇気が出ない。どういうことよ、勇気が出ない。俺たちがしたら勇気が出る。しかも6センチくらいのっていうその指定。ちっちゃいのはな、今度やってみましょうか。はい、はい、裸足でようやく出てきた芽がなかなか大きくなりません。どうしたら成長してくれますか。お水と肥料です。はい、はい、夕映えの石化が全部石化じゃなくなったんですがどうしましょう。平べったい茎に通常のロゼットです、うん、それは1個出てきた時取らないから。そこもそうや。これでしょ。ほらこうやばいよ、これも、うん、これもこうなりだしたらもうどん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 行きます。どん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 取ってあげた方がいいよな、うん、俺はそのままいつか切っておこうか。うん、うん、かわいいでしょ。かわいいね。みっちり、うん、みちみち、わかる。みちみち。はい、終わった。終わった。突然のこれなんか写真が送られてきてるんやけど、うん、これわからんな。あ、なんだそれ、うん、これわからん。しましょうか。マディバが縦長くなってきました。これは徒長なのでしょうか。そのままにしてたら元に戻りますか。徒長です。
ちのああいうことやろ、大きいやつ。ああ、中が出てきた。うん、あれがそうだ。これはそういうことじゃない、特徴やな。でしょ、そう、成長期になってさ、こうマジバーみたいになるやん。そういうことやない。マジバーみたいになる。うん。あ、こういうことじゃない。ああ、出てきたやつ。ちょっと成長がドンとな。そうね、あったかいからね。あったかいけん、一気にお水吸いすぎて、こういうこともなるよね。うん。そういうこともある。うん。そういうこともある。成長期でどんどんお水をあげすぎるとこういうこともなる。うん、これはもうどうしようもないな。そのままそのまましとくしかないよな。はい、はい、ということです。日光を当ててあげてください。はい、はい、最近も専務がいませんね、どうしたんですかって。花友の準備いろいろ忙しいです。パソコンに向かっております。はい、はい、それでもたまに出てくるよね。うん、たまに出てくる。うん、たまに出てくるよ。タイミングですね。はい、はい、ビニールハウスを購入、風が当たらないと困るので巻き上げてます。これで良いですか。あ、これさっきの写真か、これや。うん、ビニールハウスをビニールまくり上げたら、あのただの骨ですね。これでいいですかって。これでいいですか。うん。もう見えないんだよ。うん、これでいいですかってだけど、そう、巻くなら。これね。うん、風が動けばいいよ。うん。ちっちゃいさ、そういう簡易ビニールハウスみたいなホームセンターのやつさ、うん、難しいんだよ。うん。もうめちゃくちゃ温度上がるし、風は止めるしな。そういうこと、そこを覚えてやって、うん、裸足で親指の爪くらいに大きくなった苗はお水を程よくたくさんあげたら可愛くなりますか。そういうことや。難しい表現やなこれ。そう、難しいんだよ。いつもお水は程よくやってください、ね、うん、やりすぎもダメ、やらなすぎもダメ、ね、うん、そういうことです。うん、もう見ながらよね、形を。そう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 、うん、ブラックサバシをムチムチでかっこよくする方法を教えてください。いっぱいお水あげてください。肥料もあげたらいいよ、でしょ、うんうん、いろいろじゃん、そういうのさ、いろいろなんだよ、やり方。今度見に来てください。いつも楽しみに見ています。冬は朝、夏は夕方に水やり、いつ頃から夕方にしたら良いですか。まだ全然いいですよ、うん、でしょ。そうね、うん、ちょっと暑いなって、暑くなったなって感じたらでいいんじゃない？うん、そうそう。基本さ、うん、全然平気だよ。うん。な、蒸れやすくならないようにするだけの話や。うん、水はけよくするとか、うん、そういうところで調整すごくできるからね。うん。水持ちいい土でさ、夕方やったって朝まだ濡れてるし、うん、そういうじゃダメじゃん。そうでしょ、うん、細かく言ったらね、夏、うん、夕方やったって朝まで乾いてなければ一緒じゃんっていうことで、うん、大体は乾かないよね、うん、だから、うん、そういうことでしょ、うん、じゃあ一緒じゃん、うん、風です。はい、大きい苗を小さくするためには葉っぱを取ればいいですか。品種で小さく育てるのが難しい苗もありますか。むっちゃくちゃ、むっちゃくちゃ言わない。大きい苗を小さくするには葉っぱ落としてると。じゃあいいけど。でしょ。どういう、その、すごいよね。いろいろ、言葉ってすごいよね。
大きいのを小さくしたいっていうなかなかなくない、チョンパしたいよね。うん、そういうことでしょ、うん、もう小さい鉢に植えて、うん、肥料をあげない、水やりも程よくするっていう感じやろね、うん、そうね、まだあんの、はい、裸足で親と違う顔の群生したようになるのですが、どうしてでしょうか。裸足と裸足で、で親と同じ顔になる、石化に なったりする、石化、うん、石化みたいになったり、うん、群生すごくそれです。うん、例えばパンジーやったら裸足のもう 50% 以上石化になります、うん、とか、うんうん、いっぱい種類があります、群生したりとかな、はい、いろいろあるよね。そうです、うん、それはどうしたか分かりません。分かりません、はいはい、接ぎ木の土台となる苗を作ってみたいのですが、夏最強の多肉と冬最強の多肉を教えてくださいすごい質問になってきたね。夏最強の多肉はジャガ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 ジャン。何？何？夏最強の多肉って何？ウサギとかカランコエ系？接ぎ木するためのやろ。うん。何？うん、ウサギでいいじゃない。うん。分かんない。天女の前もいいよ。天女の前もカランコエ。うん。いいよ。と冬？冬最強の。冬はあえよ。でもあえよも寒さには弱いよね。なるほど。うん。すげえな今日の質問冬最強センペルとか、茎がないよな、なかなか茎でもな、冬最強ってなる、夏最強わかんねえな、すごい人もあるな、茎やったらいいでしょ、茎があるのってそんなにないもんな、うん、そんなないよ、しかも大きいのしか思い浮かばいやん、うん、うん、難しい質問やな、うん、ごめんなさい、はい、ディエールの土でつぶつぶセダムや草セダムの育て方を教えていただけますか、肥料は入れますか。最高です、うん、セダム最高です、うん、ふかふかやから、肥料もいるやつはあげる、うん、はい、リリーパッドの外側の葉っぱが茶色く汚くなります、葉焼けでしょうか。水やりすぎでね、葉焼けもあるよな、うーん、リリーパッドなんかちょっと凍傷とかで汚くなるんじゃない。それもある、まだらにもなる、うん、水やりすぎるとちょっと変な汚いになったりするし、うん、なんかちょっとあんまり上から水かけん方がいいんかもしれん。そう、うん、上からあげたいタイプいやあれだ、はい、終わった終わった終わった、あ、今日はなんかすごい質問が多かったですね、うん、大きい多肉を小さくしたいんですけどとか、すごい話やね、うん、すごい、いろいろ考え方がありますね、うん、ちょっと苗を移してみましょうかね、せっかく質問だけで面白くないので、じゃじゃじゃあ、ここドアップです、ドアップです、じゃ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 ん、わーおわーおしゃべね、お俺の白バラ、じゅーじゅーじゅー、大きいですね、え？キャロリアン？キャロリアン、しばらくないね、あ、ここにあれ置いちゃう、じゃ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 ん、プレンツキン、じゃじゃじゃん、お、じゃ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 ん、
そうですね、はい、じゃあ締めはゆうかさん、うん、これキャロリアンだね、うん、ああそうかもしれない、これがキャロリアン、ちょっと桃太郎持ってくるか、うんうん、全然違うでしょ、俺のアフロでかくなったな、ほら、うん、左桃太郎、右キャラリアン、いいですか、こう爪の鋭さがやっぱ違うと思うけどね、うん、なるほど、はい、じゃあゆかちゃんで締めていきます、はい、映ってます、映ってる、はい、はい、4月13日、はい、土曜日別府ビーコンプラザ、はい、第6回多肉カーニバルです、7万個が、はい、オール500円、はい、9時半から15時まで、はい、キッチンカーも来ますのでぜひ遊びに来てください、はい、はい、でよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします、お願いします、ご視聴ありがとうございました、はい、バイバイ、思いっきり行きましょう、ね、ビッグサイドな、ビッグサイドビッグサイド、ヘディングはビッグサイド、行きたい、うん、いいよ、スズちゃん